エスカレーターにいるから大丈夫だよ、安心して。お前逃げんなよ、本当に。話しようぜ、お前。渡そう。どっかさ、喫茶店でもいいから入って話しようぞ、店で、お前。公園でもいいよ、話させて。さ、今までさ、さ、もう行っちゃうんだよ。なんてことよ、行っちゃう。あれだけさ、もう、写真撮れててさ、さ、さ。俺のことも、絶対左に来るんだろ。すげえ見られてる。すげえ周りが見てる。すいません、お騒がせして大したことないんで、ちょっとした話し合いなんで、すいませんね。すいませんね。音量はね、これが最大なんです。動画も撮ってますからね。それでいいよって言うんであれば、今すぐ配信切って話できるじゃん。
ね、うん、言ってよ、もうデスナーだって、スキューバーらしいのかないこれって今日はさ、その、なんていうの道部さん、ポテチさんは言ってますけど切りますよ、話し合いするなら今放送してますけど道部さん道部さん話し合いした方がいいよ、こじれちゃうよ一回しっかりと話し合いした方がいいと思うんですけどね何今何つったのクスさんと話し合いますなんでクスさんと話怖くないよ、そんなにそういう私のこともなんかクッサにたぶらかされてるみたいなこと言ってたけどまあその話はまあいいや俺はね個人的にそういう話は別にもう過ぎたことだからどうでもいいんだよあのほらポテチさん置いてからかわいそうじゃんポテチさんちょっと待ってあげなよ三井さんさほら三井さん逃げ足なっちゃってるからさポテさん置いてかれちゃってるよほらほらもうこんなに離れてるよこんな離れてますよねえポテさん頑張ってたじゃん3枚も配ってさこんにちはこんにちはおはよう今子供がねあの保育園でから挨拶窓から挨拶来たのね挨拶しましたまあ会長ね一応全力じゃないですからね全力で歩くとこんなもんじゃないですからね本当に水です話し合いした方がいいんじゃないの話し合いするのにネットが邪魔だっつうのは止めますけどね今だと垂れ流しのままですよ今もね通り過ぎるときにねおばちゃんたちがねえらい驚いたんでね俺もちょっとね大したことないんですよって一応説明しておきましたけどフォローしておきましたけどねもうこんな離れてますねこんな離れてますねこんな離れてますね顔が判別できませんお待つんですかああ走り歩き出した 家まであれかなこのまま行っちゃうのかなあ少しあゆっくりになりましたね待ってるんですねマイク落ちましたよもうちょっと落ち着いてああまた電池外した方がいいんだけどね。ポチさんが話してるじゃん、クスさんたちと。さん頑張ってるじゃんね。ネットが嫌だったら、ネット通知で話をすればいいじゃん。それは後から俺からが放送で、いや、こういうことでしたと。話をできる。それにも応じてくれないんだよ。多分俺、警察に言ってるんですよ。俺、唯一声かけたのは、やっぱり字が知ってるってみんなで言ってたのと、あとで言うと、あなたが頑張るって言ったら、遠くに来たから、そしたら三上さんも遠くに来た。
荷物置いていくわけです、うん、分かりますよね。で、とりあえず俺見てきてけど、うん、この状態がさ、おかしいからさ、うん、それを言いに行っただけ。だってさ、ネットではさ、みんなあなたのことは、うん、あ、頑張ってるねって言ってんだよ、うん、だからそれが、リスナーの正直な気持ちなんだよ。そうだよ、当たり前じゃない、まあ、そうだよ。で、それで、ね、失礼しましょう。失礼しまーす。おい、逃げないでよ、おい。電話してみる。こちさんが呼びかけてますよ。足が悪いんですね。あの義足通貨補助剤、補助具をつけてますね。ポテチさんね。今日が見えませんもん。はい、痛い。だからここはルール守る。だからこっちはルール守るし、あれだから話を気をつけてと言ってるけど、どう持ってきてくれないわけね。で、あと一つのはね、リスベさんは僕らにとっては政治関係を届けてるんですよ。一致、ね、あと身体の事務所があるんですよ。で、全部の人に事務所とか作ってるわけですよ。予定の文句があったら、とても濃いとまで言ってた人だ。そして、ここに行くのが、先回りした方がいい。だから、例えばハウスポート伊藤さんに行った時の、だってね、ポイキーに答えない。あのままゴールインするつもりですね。いいね。クスさんは外堀を埋めてますね。先進む、うん、はい。阻止するつもりはないんだけどね。道田さん、このまま逃げちゃうんですか？またネットでごちゃごちゃ言われちゃいますよ。ここまで来たから話した方がいいんじゃない？話し合った方が。なんで話し合わないんですか？言いくるめられちゃうからですか？嫌がらせを受けてる。嫌がらせを受けてる証拠あるんですか？あります。あるなら出してもらえますか？一時資料。自分で言ってるじゃないですか、一時資料。一時資料が大事なんだって。クスさんだって鬼じゃないんだからさ。モカロさんとかクスさんとかうんぬん言うなら俺に言わないでクスさんとちゃんと言いなさいよ。モカロさんとさ、どうなんですか？少し立ち止まって話するだけでいいんだよ。別に喫茶店でさ、まあ、喫茶店なでもいいんだけどさ、立ち話するだけでいいんだよ。10分かそこら辺決めてすりゃいいんじゃないの。ポテチさんがあれですよ、説得されちゃうよ、まだとクスさんに。裏切り者とか言っちゃうんですか、ポテチさんを。それはあかんでしょ、せっかくあそこまで協力してくれてんだから。どうなんですか会長、お言葉どうぞ。お言葉、大雨です。家帰っちゃうんですか？しょうがねえな。ゴー。ポジション置いていっちゃった。